外外デイズキャンプグラウンズ山中湖岬の土屋です。このキャンプ場は、昨年12月に、リニューアルオープンしました。富士山と山中湖岬ではここから、ご案内いたします。ここが入り口になりまして、入ってこの右側が、フリーサイトになります。左側が、駐車場になります。でこのまま、入り口から、場内の方へ行くと、トイレと、シャワー室があります。両側から入れるようになってて、ここが、トイレになります。綺麗ですね、トイレも。で、シャワートイレになっています。でこちらが、シャワー室になります。シャワー室の方は、シングル用と、それから、お子さんとも一緒に、利用できるシャワーとなっています。で、利用は24時間無料でご利用いただけます。トイレシャワーを抜けると、炊事場になります。でこちらが、お湯の出る炊事場になってますので、冬、寒い時でもご利用になります。じゃあ、ここが管理棟になります。管理棟入ってもらって、受付をしてもらってから、ご利用していただいております。で、管理棟の方はそちらの棚が、レンタル手段だとか電気だとか AVS のセットでレンタルしています。あとショップで売ってる、オリジナル商品、それから、キャンプ用品の方も販売しております。で、管理棟、それから炊事場の奥が、林間のソロサイト。で、車は乗り入れできませんが、オートバイ、それから自転車、徒歩の方はソロで利用できます。でその向かい、が、企画サイトになって、電源の、ボックスの立ち上がっているところと、通常の区画サイトと分かれています。じゃあ電源付きのサイトもある、そうですね。立ち上がっているのが電源サイトとして利用できます。区画サイトの、一番奥へ来れば、今日はちょっと富士山見えないですけど、富士山が見えます。あと、山中湖に住んでる、白鳥が、サイト内湖だけじゃなくて、ここを本当にちょっと横断するときに、そういうところも、ね、見られる日がありますんで、見れた人はラッキー。そうですすいません、はい、ちょっとお話お聞きしてもいいですか。どうですか。 ありがとうございます。今ですね、はい、こちらのキャンプ場の紹介動画を撮っていまして、ちょうど今裏でそのハッピーキャンっていう番組の撮影をしていて。あ、そうなんですか。はい、で徳井さんがその、はい、ゲストというかプレゼンキャンパーで来られてるんですけど、全く同じ車を拝見して、はい、ちょっとお話聞かせていただけないかなと思ったんですけど。ちなみにこの車はまさに徳井さんが乗られてるのを見て、僕もこういう車乗りたいなということで購入に至ったので憧れの方なんですよ。で、はい、こ
ちらどうですか、今のところというか、こちらのキャンプ場いかがですか。僕もあの初めて伺ったんですけど、本当に湖目の前で完全にレイクビューですよね。でも本当に今日、まあ、くしくも貸し切りなんで、ものすごいこの開放感とこの自然の感じがすごい心地よくて、来てまだ1時間ぐらいなんですけど、ものすごく落ち着いてますね。はい、キャンプはどれぐらい行かれるんですか。キャンプは、まあ、この車が来てまだ2ヶ月ぐらいなんですけど、そこから結構もう 2,3 週間に1回ぐらい来るようになりましたが、まだまだでもあれですね、初心者キャンパーで。じゃあ車を買ってから始めた。ちょっと始めたのはちょっと前なんですけど、まあ、そのキャンプを始めるにあたってこういう大きな車があるといいなということで購入に至り、そこからもうヘビーに来るようになりましたね。道具も結構揃えてますね。いや、ちょっと映さないでいただきたいんですけど、テーブルも忘れましたし、焚き火台も忘れるという大失態を犯してますね。レンタルがあったので、ぜひ。そうですね。今からレンタルに、はい、駆けつけたいと思います。はい、ありがとうございます。オーナーの土屋さんに常連の方がいるとお聞きして、ちょっとお話聞きに来たんですけども、はい、こちらのキャンプ場ってちなみに何回目ぐらいですか。今日で3回目になります。なんかこのキャンプ場の好きなところってどこに。好きなところ、そうですね、すごいアクセスがいいところと、あと小さい子がいてもこう安心して設営できたりだとか、あとちょっと湖の方でちょっとチャパチャパ遊んだりっていうので、あと施設がすごいいいので、シャワーとかを子供と一緒に入れるちょっと広めのシャワールームがあったりっていうところでいつも活用させていただきまして、ありがとうございます。ぜひぜひ皆さんのお越しを待ってますんで、自分の先輩の肌ちゃんも待ってますんで、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。 OK です。はい、以上になります。お疲れ様でした。そして改めまして、八木さん、また本日誕生日おめでとうございます。誕生日ケーキの次の番組からのプレゼントでございます。すげー、これだけ前年だ。これなんかみたいなやつだよね。嬉しいね、これ便利だよ。すごい安いな。これは充電しといてさ、これすごいでしょ。だってすごいいいですね、これね。番組でも何度か使ってる、ね、はい、ジャクリーの。おめでとうございます。はい、ぜひ使ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。クイズさんも使えちゃいます。スマホの充電とかのレベルだったら何百回みたいなんですよ。あ、そうです。そうですね。はい、電化製品使えるんです。使えるね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。